も山奥のカフェに来ました。どっちだろう、カフェ上、こちらこちらなのか。今日はですね、なんか洗濯したのになんかめちゃくちゃ汚れてるんですよね。今日はホンダのマスクで行ってます。こう歩いていくわけですね。蜂がおる、蜂を、マスクもつけなあかんし、蜂も退治せなあかんし、退治じゃなくて逃げなあかんし、大変やで。野瀬町に来てます。野瀬町か、野瀬町の海の大阪ですけど来てます。え、こんなとこ歩いていいん？ちょっと一旦来てます。こんな隠れ家がありました。今から旅に行きます。こっち貼ってよ。こっち貼ってよ。どうしよう。どこ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 やね。あれ、こんな。もう向こう行った。いただきます。これ何、湯葉ここカレーにしたキノコです。めっちゃ美味しい。美味しいよな。え、なんか、え、何、豆腐？何これ、アンニパンナコッタ、パンナコッタ入ってる、パンナコッタ、最強に美味しいよな。うん、美味しいよ、めっちゃ美味しい、めっちゃ料理上手。まっ、全が美味しいかも。めっちゃスパイス効いてる。キノコほんま美味しい。奥さんもいいよ。ピクルス。鳥があんなところに乗っている。あ、まさかの火が照ってきた。アマテラス。大神。なんかバナナのチョコのなんかのフレーズのなんかフレーズでフロールスローズかなんか。なんか見て。ジンマシンできてる。ケロだ。で、光を当てるわ。なんて光を当てる。これが私の。ではこちら置かせていただきます。これが私のジンマシンでございます。汗がかくとこうなります。蚊に噛まれたんじゃなくてジンマシンです。じゃあ食べます。いただきます。そうすぎ。バナナや。はい、はい、
まで。このズルズルの音って出したらあかんのかな。よく言うな。よく言うけど、でも残したらあかんやん。どっちが正解だよ。誰か教えてください。ズルズルはあんま良くないですか、それとも残す方が悪いんですか、どっちがいいんですか。静かにすすります。絶対お父さん流せ。同じくここを通って帰ります。こういうこう行って、ここに言ったらこうやって看板があるんで、ここの看板の横っちょ、ここを歩いていくんですね。わかるかな。え、歩いてるとこ落としたよ。こっから降りていくのは結構リスキーかも。絵に描いたような綺麗さですね。え、なに。カマキリムシか。めっちゃでっかいアリ。あ、アリでか。アリでか。え、小豆ぐらいあるな。でか。こんなでっかいアリはおんの。美味しかったです。まあ、今からちょっと納豆屋さんに行きたいと思います。レッツゴー。歩いて行かなければなりません。そこは皆様運動がてら。ダイエットとして、修行として、置いていく、登っていく、それが、そういうことです。頑張って、降りましょう。えい、えい。おー。これで、この穴から生えています。芽生えが、芽吹きが、芽生、芽、ありでかい。ここにも生えてる。それが、はい、あ、苔も生えている。うわー、森。結構これは立派ですね。なかなかかっこいいですね。なんもない。こうやって意識があるっていうのもまたそれもいいですよね。うん、そういう形もあっていいなと思いますよね。肩に縛られないというね。よー、毎度大きいと書いてありますね。塔みたいなのがいっぱい売ってる。うわ、でかっ。虎焼き超でかっ。こんな感じ。納豆のタレ、納豆のタレ、ぬか漬けもあるやん。ここ納豆めっちゃある。でも黒豆納豆とかあるんだよ。黒豆納豆絶対美味しいやん。それ多分藁に入ってる系が多分美味しそう。どう違うの。知らん。わ、待って、見て、モナカなって、モナカの納豆やって。すごいな。じゃあこれを買って帰りたいと思います。なんか粒がめっちゃでかい。おいしい納豆、おいしかったです。食べ放題だ。今日出食のみ営業で納豆食べ放題ランチ、おいしそう。